こんばんは、いきよです。ご覧いただきありがとうございます。日中はまだまだ相変わらずの暑さですが、朝晩はだいぶ涼しくなってきて、秋の訪れを感じつつありますね。アメカジ好きには嬉しい季節になってきましたね。先日、アイテム紹介動画で育成中のデニムについてですね、ご紹介いたしましたが、今回はですね、レザー編となります。レザーアイテムについては、夏の間は育成をお休みしていたものも多く、これからですね、本腰を入れてエイジングを再開していきたいと思います。それでは早速ですね、育成中のレザーアイテムを3つご紹介します。はい、まず1点目はレッドウィングのフラットボックスでございます。こちらは2022年の10月末にですね、購入したものですね。購入の経緯ですが、1年くらい前から新しいブーツが欲しいなと思い、ネットで物色していたところ、こちらのですね、フラットボックスのエイジング画像を見て、このモデルが気になったんですよね。当時、フラットボックスはどこも売り切れ状態で、メルカリでは定価以上のプレ値で出品されておりましたので、供給が安定するまでですね、待つことにしたんですね。とある日、ふと直営店に行ってみたところ、もちろん在庫切れではあったんですけれども、予約を受け付けているとのことだったので、予約してですね、3週間後に無事購入することができました。このブーツはなかなかのくせ者で、革質は硬く、なかなか足になじまないですよね。ハーフサイズ小さめを購入したのも原因かと思うんですけれども、完全に履きやすくなるためには、もう少し履き込まなきゃですね。こちらはですね、履き込み開始から10ヶ月が経過しました。写真はまだ見られないものの、つま先は少し潰れてきましたね。夏は着用頻度は少なくなりましたが、これからの季節、ガンガン履いていきたいと思っております。続いて2点目はヴィンテージワークスのレザーベルトです。こちらは2022年の12月に購入しました。購入のきっかけはレッドウィングのフラットボックスに合わせるベルトを新調しようと思ったことでした。フラットボックス同様に写真のエイジングを楽しみたいと思い、こちらのですね、写真モデルを選択することにしました。ベルトの素材はベンズレザーという牛の腰からですね、お尻の部位にかけての部分で、馬側でいうですね、コード板に当たる部位みたいですね。革質も良くてですね、表面はしっとりしており、所有しているサドルレザーのですね、ベルトよりも圧倒的に柔らかく、着用感も良好ですね。また、エイジングも早めで、すでに写真がですね、いい風合いで現れておりますね。ベルトはブーツやレザージャケットと違って季節関係なくですね、着用できるのでエイジングが進みやすいんでしょうね。こちらの経年変化についてはまた後日動画でご報告したいと考えております。3点目はこちら、ファインクリーク&コーのシングルライダースアロンゾです。こちらはですね、2023年の2月に購入しました。ライダースはバンソンのダブルをですね、一着所有しておりましたが、シングルはですね、なかなかグッとくるモデルに出会うことができず、持っていなかったんですね。やっぱりシングルも一着持っておきたいと思い購入を決意。今までの紹介アイテムからもお分かりの通り、写真にですね、ハマっておりましたので、写真のですね、シングルライダースを条件にネットや YouTube で調べて、こちらのモデルにたどり着きました。レザーはフルベジタブルタンニンなめしピグメントフィニッシュ仕上げの 1.3 ミリ厚のですね、ポーランド産のホースハイドです。写真仕様なので着込むうちにシワやひび割れした下地から茶の色がですね、浮かび上がって、とてもいい風合いの経年変化が楽しめるレザーですね。
シルエットは少しタイトめで、着丈も長すぎないサイズ感で、タウンユースに最適なライダースです。まだ春先のみの2ヶ月程度の着用ではありますが、革の馴染みも早くですね、ご覧の通り2ヶ月とは思えないいい感じの経年変化をしております。もう少しですね、暑さが落ち着いてきたら着用を再開してエイジングを楽しんでいきたいと思っております。はい、いかがでしたでしょうか。今回は昨年から今年にかけて育成を開始したレザーアイテムについて紹介いたしました。レザーアイテムはベルト以外は着用期間が限られておりますので、デニムと比べてエイジングの進みが遅いのがですね、難点ですかね。これからレザーの季節になってきますので、ガンガン着用してエイジングを楽しんでいきたいと思います。これらのエイジング動画についても定期的に配信していきますので、よろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。